質問紙に記入する様子アンケートは質問調査のこと。もともとは対面による会話なども含めていたが、現在は調査研究の方法として質問手法を指す場合が多い。社会調査の手法の一つとして知られている。アンケートという語はフランス語に由来し、英語ではサーベイ、またはクエスチョネアという。 複数の人に対して同じ質問をすることによって比較できる意見を集める。さらに回答も定型化することで意見を明確化するという目的がある。例えば政治的な事柄をインタビューすると人によって理解の仕方や表現が異なり、かつ曖昧で細かい比較が難しいのが普通である。しかし定型化した質問と回答選択肢により回答を比較できるようになる。 また、ちょっとした言い回しによって反応が変化する質問でも、定型化することで、安定した回答が得られるというメリットもある。その特性を活かし、一斉配布やコンピューターによる質問などにも、活用されている。不特定多数への質問だけではなく、専門集団の意見を整理するために使うという、形も調査ではよく見られる。例えば、雑誌業界団体が、発行回数や、 販売方法など多様な雑誌の実態を整理した会員録を作る場合、アンケートによる調査が必要になる。誰でも簡単に実施できる反面、集計した数字の解釈を誤解せず、まさしく理解するには、世論調査や統計学の知識が必要になる場合も多い。調査の経験や目的なども作成上必要となる場合が多い。何を質問して何を知るという計画がないと、 分析しても実態を理解できなくなるからでアンケートの作成についての専門的知識が重要になる。また一部では意図的に結果を操作し実施者が主張するあることに対する指示がさも多いように見せかけるアンケートが存在するとの主張がある。山口伊佐夫山川自然災害 SCP-178 デマンド社ありがとうございます。